滋賀県東近江市にある南花沢の花の木です。これ日本百名木で初めて出てきた名前ですね。花の木という珍しい名前なんですね。樹高が15メーター、幹周りが 5.15メーターと言います。樹齢は300年以上経っているというんですね。そして毎年3月の末頃に、濃い紅色の花をつけるというんですけれども、ぜひ一度この花の木の花見てみたいものです。この花の木について調べてみますと、これは雌株雄株が違うんだそうですね。そして花の時期は4月だそうです。葉が展開する前に赤い花を咲かせて、これが名前の由来となっているんだそうです。愛知県の県木だというんですね。環境省のレッドリストには絶滅危惧種に入っているんだそうです。この滋賀県の東近江市にあるものは、多分自生地から移植されたものだと考えられているんだそうです。ということで、この花の木、知る人ぞ知る、その地方の方々にとっては別に珍しい木でもないのかもしれません。